どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA が用途期間限定マイル開始のお知らせということで発表がありましたので、今回はこちらの解説とですね、またね、ANA のスカイコイン、マイルに関して再延長がね、発表されましたので、こちらの2つについてですね、今回ね、解説やっていきたいなと思います。ということで ANA マイルね、貯められている方はですね、今後ね、結構影響がありそうですので、ちょっとね、まだ全体が運用自体がね、開始になっておりませんので、わからない部分があるんですけども、現時点でね、わかってることをですね、ちょっとまとめていきたいなというふうに思いますので、ANA マイルね、私のように貯められている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずですね、ANA からですね、こんな感じで用途期間限定マイル開始のお知らせということで発表がございました。2022年4月11日以降、キャンペーンなどにおける積算対象に用途期間限定マイルを導入いたしますということで、図がね、こんな感じに書いてありまして、まずね、一つ目ですね、フライトやソリューションサービスで積算されるマイル。もう一つが、キャンペーンなどで積算されるマイルということで、このライフソリューションサービスっていうのは、搭乗以外のね、買い物とかで、積算したマイルのことを指すわけなんですけども、まあこのフライトとライフソリューションサービスで積算されたマイルは、グループ1っていうね、通常マイルになります。で、こちらがですね、今までと同様の、マイルの区分っていう風になっておりまして、で、もう一つですね、キャンペーンなどで積算マイルということで、こちらはですね、グループ2、3、4っていった形で分けられるようになっておりまして、キャンペーンによってですね、こちら有効期限がね、分かれるっていう感じになるんですよね。こういう仕組み自体がですね、2022年の4月の11日からですね、開始になるっていう発表があったんですよね。まあ、運用開始はですね、2022年の4月の11日以降からね、適用になるということで、現時点ではですね、ポイントサイトから移行したポイントがマイルになりますよね。まあ、これがどの区分になるのか。またね、マリオットポイントはね、そういうポイントをマイルに交換した場合は、まあ、どこになるのか。まあ、現時点ではですね、わからないわけなんですけども、まあ、もしかしたらですね、こちらの表のグループ2、3、4にね、どれかが入ってくるってなるとですね、まあ、もしかしたらですね、有効期限が1年間とかですね、半年とか、まあ、2年とかね。まあ、現時点ではですね、ANA マイルっていうのは、マイルになってから基本的に3年間の有効期限があるわけなんですけども、まあこれがね変わってくるかもしれないっていう発表なんですよね。いやこれはねかなりびっくりですよね。まあまだね断言はできないんですよね。ちょっと詳細がまだ分かってないのでどこにどう所属するかね、分からない部分はあるわけなんですけども、まあ、この発表を見る限りですね、解約としかね、受け取ることはできませんので、まあ、今後ね、もしね、ポイント移行した分がね、1年間とかになってしまうとですね、かなりね、影響大きいですよね。まあ、こちらについてはですね、運用自体が2022年の4月の11日っていう風になりますんで、これ、4月の11日以降にですね、こちらの運用自体が始まるっていう風になりますんで、4月の10日までに ANA マイルにね、交換完了してれば、まあ、この影響は受けないっていう風になりますんで、まあ、今ね、このような状況でね、飛行機に乗れませんので、ANA マイルにしてなくて、まあ、どっかのポイントサイトで止めてたりとか、T ポイントで止めてたりとかね、永久不滅ポイントで止めてたりとかね。まあ、人それぞれね、どっかのポイントで止めている方もね、いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、4月10日までにですね、ポイント交換完了しておけばですね、ひとまずこの3年間のね、有効期限は、まあ、受けれるっていうふうになりますんで、まあ、ポイント交換しとくのもね、手なのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、ちょっとね、気軽に今ね、乗れる状況じゃないので、まあ難しい部分ではありますけども、まあそういった感じになりますかね。で、ダイヤモンドメンバーと100万マイル以上のミリオンマイラーの方に関してはですね、今回のね、有効期限に関しては、影響ないっていった形になりますんで、毎年ね、ずっとダイヤモンド修行とかでね、防衛されている方はですね、今回の話ね、影響ないかなと思うんですけども、それ以外の方はですね、
こちらね、かなり影響あるかなというふうに思いますので、またね、詳細等々ですね、実際にポイントサイトのポイントがどうなるかどうなる、ポイントサイトのポイントがどうなるかっていう部分ですね、今後わかりましたらですね、またね、動画出したいなというふうに思います。という感じで、先日ね、JAL の方にね、JAL マイルの解約ということで動画出しましたけども、ANA の方はね、マイルの方にメスが入ってきた感じですね。ちょっとね、びっくりですけども、4月11日以降ですね、こういった感じになっていきますので、まあ、どれがどうなるかちょっとまだわからないですけども、まあ、いい話にはね、なっていかないかなっていうふうに思いますので、この点ね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、ANA マイルスカイコインがですね、再度ね、延長が発表されました。公式サイトね、こんな感じになっておりまして、さらに1年延長ということで、2023年2月の28日までに有効期限を迎えるマイルが、2023年3月末まで延長いたしますということで、丸々1年間ですね、有効期限延長っていう風になりましたんで、まあこちらはですね、私のチャンネルね、見ていただいている方は、まあほとんどの方ね、今まで登録ねやってると思いますので、以前にね登録された方は再度登録する必要ございませんので、延長あったんだぐらいでね思っといていただければですねいいのかなと思うんですけども、もしねまだエントリーされてないですよっていう方いらっしゃいましたらですね、概要欄に公式サイト載っておきますので、こちらね、参加登録ね確実にしといていただければなと思います。でこちらのね有効期限の延長に関して、注意点としてはですね、2022年の3月31日に一度ね、マイル有効期限ね、延長を迎えるものは一回口座から消えます。で、一回消えるんですけども、2023年3月31日の有効期限になった新しい ANA スカイコインマイルになって、4月の中旬にね、再付与されるっていう風になりますんで、有効期限がね、迎えるものに関しては、今年の3月31日で一回消えますんでね。で、4月にまた再付与されますんで、この点ね、覚えておいていただきたいなと思います。結構ね、一旦消えることね、知らない方ね、いらっしゃるみたいなんで、一回有効期限迎えるものはね、3月31日でね、一回なくなりますんでね。で、また4月中旬に付与されますんで、まあ、この点ね、覚えておいていただきたいなと思います。またですね、ANA マイル、ANA スカイコイン、どちらもそうなんですけども、こちらの延長対応はですね、口座に残っているものが対象っていう風になりますんで、特典航空券に交換されたり、ANA スカイコイン何かに使ってたりですね、航空券に使ってたりとかですね、何かに使用している状態のものは、この、延長対応にね、入ってきませんので、この点もね、合わせて覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、ANA が、用途期間限定マイル開始のお知らせということで、発表がありましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやー、ちょっとね、JAL に続いて ANA もね、マイルの方にメスが入ってくるということで、いや、有効期限ね、ここに入ってくるかっていう感じですよね。まあ今までね、ANA マイルってのはまあ無条件で3年間っていうのが一般的なあれだったんですけども、まあこれもね、今後変わっていくんですね。いやね、1年間とかだったら嫌ですね。本当に1年間とかで、普通にね、どっか行ける状態だったらね、まだいいですけども、まあそうじゃなかったらね、1年間とか半年とかのね、有効期限だとかなり使いづらいですよね。まあ今後ね、どうなっていくのか、またね、どのポイントがどのマイルになっていくのかっていうのもね、かなり注目ですよね。まあひとまずね、まあ今後いい話がね、ちょっと上がってこないかなっていうふうに思いますので、またね、詳細分かりましたらですね、動画解説ね、出させていただきますので、ぜひね、チャンネル登録ね、しといていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。